どうもシュンス TV です。ディズニーのここはどこでしょうクイズ。今から、ディズニーリゾート内のどこかの写真を、お見せします。で、これは一体どこなんでしょうという、クイズでございます。正解率はかなり低い、もうかなり難しい問題を出させていただきますのでね、ぜひ皆さん挑戦してみてください。ではまずは第1問。ここはどこを撮影したものでしょうか。もう見てわかる通り時計がいっぱいありますね。はい、時計がいっぱいあるというのがもう大ヒントで、もう情報としてはもうそこが命ですね。はい、ここがどこでしょうという問題ですね。東京ディズニーリゾート内のどこかです。もうディズニーランド、ディズニーシー、ディズニーホテル全て合わせた内のどこかですね。はい、分かる方いますでしょうか。とても難しい問題ですけどもね。さて、答えは言わずに次行きたいと思います。2問目、こちら。はい、ここはどこでしょうか。なんか富士壺みたいなものを取り除く作業をしてるんですかね。これはもうこれがある地点でちょっと海っぽい感じはしますよね。さて、この写真だけでこれがどこかってわかる方いるんでしょうかね。正解率かなり低くて難しい問題ですのでね。さて、3問目の正解率はなんと 2%。 めちゃくちゃ難しい問題です。最後の写真はこちら。はい、これはどこでしょうか。ぶっちゃけこれは天井を撮影したものになります。一体どこの、天井を撮影しているんでしょうか。正確に答えられる方っているんですかね。これはもう正解率 2%、 めちゃくちゃ難しいですよ。はい、皆さんどれくらい分かりましたでしょうか。答えはあえて動画では語りません。もう動画の中ではクイズを楽しむだけにしていただいて、明日以降僕のツイッターにて答えをあげます。はい、今日あげてしまうと、先にツイッター見てる方とかもいらっしゃると思うので、明日以降ツイッターで答えあげたいと思います。なので、それでぜひ、何問正解だったか確認してみてください。では、またお会いしましょう。さよなら。